長崎市の話題をお伝えする知っとく長崎のコーナーです。今回は10月11月にやってくる長崎ガンバランバ国体とガンバランバ大会についての情報をお届けします。国体まであと234日、大会まであと254日となりました。今回ご紹介するのは馬術と卓球です。はい、まずは馬術からです。馬との位置関係を築き、正しく指示を与えることで自由な動きを生み出す人馬一体のスポーツ、馬術。今回は長崎で注目の女子高生騎手をご紹介します。渇水高校1年柿平紗恵選手、小学3年生から本格的に馬術を始めました。おはようございます。柿平選手ですか、はい、今日は馬術の練習をいろいろ見させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日乗られるのはこちらの馬ですか、はい、この馬名前はついてるんですか。シンディっていう。シンディ、女の子ですか。女の子です。もう一緒に練習とかを始めて長いんですか。まあ2、3年ぐらい。かわいいですね。綺麗な馬ですね、はい、ちょっと触ってみてもいいですか。はい、全然大丈夫。どこの辺り、この辺を、この辺を、あ、つるつる、あ、毛並みが綺麗ですなんか頭のいい、なんか聡明な目をしてますね。そうですね、賢い。賢い馬とそうでない馬もいますか。そうですねおととしの岐阜国体では団体障害飛越3位、去年の東京国体では馬場馬術8位と好成績を収めています。柿平選手は障害物をミスなく飛び越していく障害飛越競技や、区切られた場所で馬の演技の正確さや美しさを競う馬場馬術競技の2種目を専門としています。見ながら人も動かしとけよ。障害競技での柿平選手の強みはジャンプしても体勢を崩さずに巧みに馬をコントロールするところです。3歳の頃から10年間バレエを踊る、クラシックバレエをやってて、それで中学校に入ってからはもう馬一筋でやろうと思ってやめました。じゃあその体を使ったりバランス感覚とかいうのはバレエと馬でどちらもやって培われてきたんですね、はい、そうです。へえ。左向けろ、左向けろ、右向けながら蹴る、ドン。障害競技を指導するのは長崎国体馬術監督の大久保正樹さん。見ながら。柿平選手の強みっていうのはどこにあるんでしょうか。さあ、結構物おじしないで精神的には強いと思うんですよ、はい、でもう本当試合も緊張しないで楽しんで、あの自分の力発揮してくれてると思ってます。ゴー、戻す、ゴー、ゴーだ。もう1、2歩手前で止めるつもりでいいか、はい、もう一回。今度は馬場馬術の練習に移ります。選手は馬場の周りに設置されたマーカーを頼りに、さまざまなステップを踏んだり図形を描いたりする演技を行います。そっちから斜め手前かえ。この美しさっていうんですかね、この図形の丸がいびつになったりしないこととか、この円を描くときにリズムやペースが変わったりしないことって簡単そうに見えてすごく難しいんですね。同じ状態で馬をコントロールして、この狭い中で図形を描くっていうのが馬場馬術の難しさであり面白さなので、そういうところが非常によくできてるんです。
何よりもこう座りがすごく良くてですね、この年代の、女子にしてはやっぱり体幹の筋肉がしっかりしているので非常にブレない。それは障害をする時にも馬場をする時にも必要なことなんですけど、そこが非常にいいところだと思います。はい、斜めに手前かえ。足で感じた馬の動きとかを自分で読み取ってそれに対応してっていう基本足で感じてます。その座っているとその馬がこれからどういう動きをするかなっていうのは感じられるものですか？はい、感じられる。練習を共に行う馬の世話も選手の務めです。降りてた。もともと家で犬をたくさん飼ってて、それで子どもの頃から動物と触れ合うっていうのが当たり前になってて、でここを見つけて始めてみようかなと。初めて馬に乗った時はどうでしたか？最初怖くて触れなかったんですけど、乗ってみたらすごい楽しくて、もう可愛いなって。もうそこからずっともう馬術一筋で、はい、総合で長崎県が優勝できるように、今まで応援していただいた方や先生たちにも恩返しできるように、今までずっと1位を取ったことがないんで、今年は絶対優勝して1位を取ってみたいと思います。これまでの思いをぶつける舞台までもう少し、人馬一体となって長崎国体を駆け抜けます。平選手、本当に姿勢も美しくって、はい、馬に乗っている姿がものすごくエレガントで素敵でした、本当に馬術はそんなに今まで知らなかったんですが、実際私も馬に乗せていただいて、あ、これですね、はい、乗ってみたんですが姿勢いいじゃないですか。本当にこの姿勢でないと振り落とされてしまいそうで、自分の芯がスッと通っていないとすぐ、落ちてしまうと思いますね。体幹っていう話もありましたけど、やっぱりクラシックバレエをなさってたから、はい、体の軸がしっかりしてらっしゃるんでしょうね、はい、すごくバランス感覚もいいと思いますね。そしてすごくやっぱり柿浦選手、簡単にこなしているように見えたんですが、私はもう本当に少し馬が駆け足しただけでも振り落とされそうでも恐ろしくって、もう本当に柿浦選手はすごいんだなってより改めて感じられました。馬も分かるんでしょうね、ちゃんと柿浦選手がこう乗ってくれてるっていうのはもちろん、はい、やっぱり信頼できる人が乗ってるかそうでないかっていうのはすごく分かると思いますね。そしてさらに柿浦選手、テクニックもさることながら、ものすごく動物が大好きということで、はい、馬をすごく愛しているその気持ちもより強い馬との信頼関係を築くことにつながってるんじゃないかなと思いました。はい、そして柿浦選手、長崎国体の選手に選ばれますと少年の部に出場します。障害飛越競技と馬場馬術競技ともに頑張ってほしいと思います。長崎国体の馬場馬術競技は雲仙市で開催されます。続いてご紹介するのは卓球です。今回は長崎がんばらんば大会へ向けて練習に励む選手をご紹介します。その国体が終わっておよそ1週間後に開催されるのが障害者のスポーツの祭典、長崎がんばらんば大会なんですね。11月1日土曜日から3日間の会期で開催されます。全国からおよそ5500人の選手が参加しまして、個人と団体合わせて13競技、そしてオープン競技と呼ばれるものが2競技実施されます。今回の卓球の取材を長崎亭清ちゃんぽんさんが行ってきました。練習やってます。きっと彼女が清香ちゃんに間違いなかったかですかね。ちょっとこれ俺入ってよかどうかな、場違いみこだ感じするけど、あ、待ち合わせです。こんにちは、どうも浅野清香ちゃん、はい、あ、どうもよろしくお願いします。出ました清ちゃんぽん。今回の注目選手は浅野清香さん。清香さんは生まれつき耳が聞こえにくく、
人工内耳をつけて生活しています。現在は県立ろう学校の中学1年生、1年生ながら大村市の中層体で準優勝、また日本代表を決めるための強化合宿にも招聘された経験を持ちます。それから1球目決めてもらえる、はい、清香さんが卓球を始めたのは6歳の頃、指導しているのはコーチの森さんです。ゆっくり構えて試合に行く、それだけだろ、ゆっくり構えて相手の位置を見て、小学校2年生の時の清香ちゃんと、まあ、今の清香ちゃん、なんかこう変化っていうのはどういうところですか？ありますね、やっぱりここまでなるとは思わなかったです。ああ、最初はですか？最初ボールこうして送って当たらなかったんです。耳が聞こえなかった、はい、だから耳が聞こえない子を初めて教えたんですよね。だから見えとるんだけど当たらないんですよ。ちょっと無理かなと随分思いましたけど、今そこまで大村のこうトップに行くような選手になったっていうのはコーチから見たら何でだと思う？立派と思いますよ、はい、諦めて頑張ってくれたから彼女の努力、努力ですね。また頭を使って相手がここで待っとってくるのね、よく考えてボールから目を離さない、はい。清香さんは森コーチが出す球を狙った場所に正確に返していきます。回転した、はい、どうお願いします。回転の練習、今後のレベルアップのためコーチが打つ回転がかかった球に対応できるよう練習を重ねています。清香さんと一緒に練習をしているのは弟の龍健さんです。お姉ちゃんの卓球のすごいところは好き、それちょっと見せてもらっていい？はい、これが清香ちゃんの必殺つっつき、うん、わっ、回転がかかってますね。そうですね、素人の人はこうしたらもうネット行くんですよ、ね、うん、切れてますからね。そう、お母さんもお父さんも練習を見守っています。ナイスナイスバックトライ。こう卓球してる時の清香ちゃんってどうですか、普段の清香ちゃんとやっぱ違いますか？そうですね、はい、やる気もあるし元気も出る、はいはいはい、すごく、はい、いや、どのくらいかね頑張っているかな、教会ちゃんが、それが見たいよ、欲しい。なるほど、はい、お父さんお母さんに何か一言ありますか？こう練習をね、いつも見守ってくれてるお父さんお母さんに。今まで試合の応援とか練習を送ったり、いろいろ私たちのために支えてくれ、育っていてくれたり、ありがたい気持ちもありまして、時々お父さんと喧嘩をしますが、やっぱりお父さんお母さんは本当は大好きです。ダンサーの気持ちを込めていきたいと思います。目指すはガンバランバ大会、さらなる高みを目指します。ね、ガンバランバ大会がもうすぐありますけど、その意気込みとか。1回戦は勝ちたいです、うん、勝ちたいです、負けたくないです。負けたくないと、よし、大会しさあどう、まずは自分のペースを
滝岡さん、勝ちたい、負けたくないってね、はい、すごくこう卓球が大好きなんだなっていう気持ちがね伝わってきますね、はい、あの感謝の言葉、私もごめん言った時もすごく泣いてしまったんですけど、まあ、親だからでしょうけどね、可愛いですね、はい、清香さん、もうあんな風に言ってもらえたらご両親もより応援が楽しくなりますね、感謝の気持ちを込めて頑張りたいってね、はい、言ってました。もうぜひ応援したいと思います。将来はですね、国際的な大会にも出場したいという意気込みを持った清香さんなんです。卓球は大村市で開催されます。ここでお知らせがあります。長崎がんばらんば国体がんばらんば大会の運営ボランティアを随時募集しています。受付や会場案内などさまざまなボランティアを通してプレイヤーや見に来る人をおもてなししましょう。お問い合わせは国体総務企画課095-829-1280へどうぞ。知っとく長崎でした。